スバイランスの絶版パック開封、本日はこちら。はい、ということでこちらのパックをね、ペンさんからいただきました。うちにありました。うちにありましたということで、あんま覚えてないんだよな。あんまカード入ってないし、なんなら、あ、そうなんだ。全部ホイールのね、パックの特殊弾らしいんですよ。多分レボ F ぐらいの時期だと思うんですけど、何が入って、お、この天文か。これ高い。え、ちょっと値段するやつ。マジですか、これ。コットンだったっけ、わかんないけど。あ、この天文ここですね、うん、はい、ここなんだ。2枚目ちょっと高い。イフリートハンド MC。 イフリートハンド、いやいやけどね、これ限定構築やる人とかは欲しい。限定戦でちょいちょい使った。本当になんか毎回おるんですよね、うん、いる、毎回いる。で、火でまともな受けこれしかない。そう、これしかないみたいな、あるある。入れるっていうね、はい、3枚目。はい、キングシビレアシだけここで入っていましたね、はい、出た時マナを手札から好きなだけ増やせると、はいはい、そんなカードが入っていました。心なしか反ってるよね、なんかね。反ってますね、あの、わかんないかもしれないですけど、反ってます、はい、反ってる、はい。あ、DNA スパークのね、MC ですね。かっこいい、全部かっこいいな、このな、かっこいい、はい、かっこいいと、はい、2枚目。あ、ブレイズクロー、こういう、ここか。これあんま見ない、ブレイズクローですね、はい。3枚目にレアはあるのかい。トップ、あ、いいっすね、トップギア。これは結構使ってたね、トップギアの MC。 トップギアは一応プロもあるけど、プロもよりまあこっちの方がね、うん、かっこいい感じはする、うん、ちょっとね、これやばいっすよ、このパック。アクシデントは、はい、おお、サイクリカ、これはそのでいきますね、はい。スペルサイクリカの、俺これ一番好きなんですよ、クロサイク。そうなんだ。あ、だからこれ、うん、あれか、クイーンアムテとかもこの段かかもしんない。あの、ソーエンの最初、ソーエンの、うわ、これか。見たら使いたくなってきた。めっちゃかっけえ。いや、これ俺これ4枚集めてます。めちゃくちゃかっこいいですね、このクロサイクリカ、はい、ここに入ってました。1枚目なんだな。で、2枚目は、あ、解体ジェニー。あ、このジェニー、このね、ハロウィンジェニー、これも結構人気なんですよね。人気だね、これ。これも結構ね、人気なジェニーなんですけど、3枚目が、おー、ジョニーウォーカー、今。ジョニーウォーカー、話題の。なんかこいつ、なんか強くなったんだね。強くなったけど、まあ、あんま強くなさそうだったけど、はい。バクサーイメン、イメンでありね、某サイトでね、イメンブーゴーで検索しようとすると、こいつが出てくる。あ、わかる、その引っかかるシリーズね。バクサーイメン。イメン。で、ジョニーっていう、もう、こいつは。確かに、1個いい。俺も、モルトで検索したの。はい。群れを守るトライゴンわかる、あの角だけあるバニーなんだけど、群れを守るトライゴンいや、天に避けろよお前みたいな天あるのになんでこれ出てくるんだって。あ、モルトここにねみたいな、群れを守るとという、うん、群れを守るとは、はい、これは今でも値段がつきそうなね、他のサイクリカと違って唯一のねイラスト違いという、珍しい。ということで、まあ、このパックはあっちまで終わりそうですが、また次回のパック開封でお会いする前に、最初はやるじゃんけんぽい、はい、はい、さよなら。